将棋がナ穴熊囲い、穴熊囲いは、将棋において使われる囲いの一つ。居飛車、振り飛車のいずれの戦法でも用いられる囲いである。囲うまでに、手数はかかるものの最も堅固な囲いの一つであり、その堅牢さから比喩として用いられることもある。橋の剣車を一つ前に動かし、その後ろに玉将を移動させる様子が、熊が穴倉に潜るように見えることからこの名がついたと。 言われている。古くは岩屋や獅子のほら入りなどとも呼ばれていた。もともと穴熊囲いは振り飛車で用いる囲いであり、いわゆる振り飛車穴熊は江戸時代から存在する戦法である。ところが、以前はプロからの評価が低く、穴熊などやるようでは強くなれないという偏見もあった。しかし、1970年代に入ると、 大内信生らによって穴熊囲いの優秀性が示された。その後、田中虎彦らにより大イブリ被写船で被写側が穴熊に囲う拒否者穴熊が整備され猛威を振るった。現代ではその拒否者穴熊にどう立ち向かうかが振り飛車側の大きな課題の一つとまでなっている。また、現在ではいい被車対ブリ被の対抗型だけでなく相振り車写さらには やぐら線や角換わり線などの相 B 車線でも隙を見て穴熊囲いに組み換える場合が頻繁に出現し硬さを重視する現代将棋の象徴となっている。まず、金銀が連結した形で密集していることが多く非常に硬い。特に横からの攻めには強いとされる。また、玉が隅にいて戦場から遠いことに加えそのままの形では大手がかからない。 上部や端からの攻めには比較的弱いものの、それでも攻め手が駒を渡さずに攻略することは難しい。これらの特徴により穴熊囲いに囲った側は、大駒を捨てるなどの大胆な作戦を成立させやすい。穴熊ならではの攻めと称されることもあり、終盤での大きな利点となる。序盤では、囲いが完成するまでに手数がかかるためにそれ以前に攻撃を仕掛けられることが多い。 また、囲いが完成した形では一箇所に駒が密集し、偏っているために自陣に、隙が多くなり、大駒の打ち込みなどが生じやすい。終盤でも、玉が隅にあり、身動きが取れない上に持ち駒を出る場所も限られており、受けがないことがある。自陣に、隙が多いので合い穴熊以外では、入玉もされやすく、必然的に穴マ側の勝ち目がなくなるゆえに、投了したという対局も多い。 この時、囲いが全く崩れていない場合などに、姿焼きと表現することがある。加えて、イヒシャアナグマの場合は、相手の角道が囲いに直射するという欠点もある。イヒシャアナグマの攻略法には、この角道を利用したものが多い。カツラ、コウ、フを使った、小駒の攻めが有効と言われる。取られた時に守備に使われにくいからである。特に、トキンを使った横からの攻めは、 遅くはあるが受けにくいために有力とされる。守りの金銀を相手にしない橋攻めも有効であり、橋に狙いをつけた一軒飛車、地下鉄飛車といった戦法もある。なお、桂馬が跳ねた形を俗に、パンツを脱いだと表現することがあり、囲いが著しく弱体化する。一車穴熊対策の戦法としては、島飛車の藤井システムが有名である。自分の囲いに手数をかけず、 角道と橋攻めなどを併用し、拒否者穴熊が完成する前に攻略する。他に中大佐を XP などがある。穴熊囲いには様々なバリエーションがある。金銀2枚を用いたものは硬さではやや劣るが、その分自陣の駒のバランスを保つことができ、攻撃にも駒を活かしやすい。主に、振り飛車側が急戦に備えるために使われることが多い。 この時左金は初期位置に待機し状況次第で囲いに近づける。金銀三枚を用いたものは居飛車、振り飛車問わず使われる。上手のものが一般的であるが二枚の金の位置は状況や気風などによって多少変化することもある。近年では金一枚を七段目に配置したものもある。広瀬秋人はこの構えを現代アナグマと呼んでたようし、 好成績を残している。金銀4枚を用いた穴熊囲いは極めて堅固である。かつては4枚の銀管から発展する場合などが多かったが、初めから4枚穴熊を目指すこともある。アマチュアの競合である、田尻隆が考案した、田尻穴熊や、松尾歩美が考案した、松尾流穴熊、拒否者側の理想型とされる、ビッグ4と呼ばれるものが特に知られている。 ありがとうございます。